ステファニー・フラパールはフランスのサッカー審判員。2009年から FIFA フフ選出の国際審判員となっている。2011年よりフランスの男子サッカーのサンブリーグであるフランス全国選手権で審判員を務める。2014年リーグドゥで初めての女性審判員となった。2015FIFA フフ女子ワールドカップではグループリーグのオーストラリア対ナイジェリア戦。 決勝トーナメント1回戦のアメリカ対コロンビア戦で主審を務めた。2018年12月、翌年フランスで開催される2019フィファ女子ワールドカップの審判員を務めることが決まった。大会では、準々決勝以降に審判を務める11人の中に残り、決勝のアメリカ対オランダ戦で主審を務めた。2019年4月、女性審判員として、 初めてリーグアンの審判員を務めることが決定した。4月28日、アミアン SC 対 RC ストラスブールの主審を務めた。2019年8月14日、イスタンブールのボーダフォンアリーナで行われた 2019UEFA スーパーカップの主審を務めた。これにより、彼女は欧州男子サッカーの主要な試合を初めて裁く、女性審判となった。 リバプールの監督ユルゲンクロップ、チェルシーの監督フランクラン・パードは彼女がスーパーカップの審判を務めることを歓迎した。2020年12月2日、女性審判員として史上初となる UEFA チャンピオンズリーグでの主審をユベントス FC 対 FC ディナモキエフ戦で担当した。2021年3月27日にはこれも女性審判員として 史上初となる FIFA ワールドカップ予選での主審を 2022FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループ G オランダタイラトビア戦で担当した。ありがとうございます。